やども田舎でも動画編集ライフの柳です。今回はですね、プロの動画編集者のデータ管理術っていうテーマでお話ししていきます。皆さんですね、動画のデータ溜まってませんか？データ溜まってるだけで結構パソコンも重くなってくるので、まずはね、自分のパソコンの容量どれぐらい使ってるのか常に確認してほしいんですが、動画やってるとですね、例えば僕とかだと100ギガとか200ギガのデータをいきなり渡されて、1日とか2日ずっとダウンロードしてるみたいなことがあったりしております。そんな風にやっぱデータ容量をねめちゃくちゃ食うわけですよ、動画の素材って。でしかもいろんな案件やってると、いろんなチャンネルからいろんな素材来ますし、納品してからも一定期間はね残しておかないと、直前でなんか修正があったりとか、前使ったこの動画もう一回ここだけ変えて出したいですとか、そういったこともあるので、やっぱりねデータは保存しておく必要があるわけですね。ってなるとどんどん容量圧迫して足りなくなってくるわけですよ。だからこそ今日ご紹介するデータの管理術ですね、 SSD とか HDD とかクラウドとか、このあたりをどういう風に使ってるのかっていうのを僕の方からご紹介できればなと思っております。なので今日の動画はですね、大容量データの整理の仕方がわからない方とか、動画編集者の方で僕がどうやって管理しているのかを知りたい方、それからデータ管理に最適な製品とか商品を知りたい方、そういった方にも有益な情報になっているかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。このチャンネルではですね、動画編集で稼いでいきたい方、住む場所を選ばず田舎で在宅フリーランスがしたい方、そういった方に向けて有益な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録とその他のメールマークのクリックもよろしくお願いいたします。あと僕の公式 LINE ではですね、動画編集者にとって有益な情報をバンバン発信しておりますので、興味ある方はね概要欄の方にリンク貼ってありますので、ぜひご登録ください。まずはですね、写真のお話をしましょうか。写真も結構スマホで溜まって容量いっぱいになりましたっていう方もいらっしゃると思うんですよ。でただ写真って結構ねいろんなサービスがあって、例えばですけど Amazon フォトとかそういったものが挙げられるかなと思います。写真の保存自体はある程度やっぱ画質が良くなるとすごい重くはなりますけど、そんなにサーバーも圧迫しないだろうというところで、容量無制限の保存サービスっていうのは結構あったりします。ただ動画になるとですね、これがあんまりなくてですね、やっぱりどっかで制限がついたりとか、容量も決まってたりとか、そういったものがあったりしております。ってなるとですね、やっぱり僕らみたいな動画編集者ですね、動画のデータめちゃくちゃ扱いますので、この管理の方法をですね、結構生徒さんとか、あとは公式 LINE の方からもお問い合わせいただくので、ここについてねちょっと解説できればなと思っております。ということで、まずはですね、管理方法の種類についてちょっとご説明していくんですが、大枠としては2つあって、クラウドか物理というか実際のものですね、こちらのどちらかに保存する形になるかなとは思います。クラウドに関してはですね、例えば Amazon フォトとか Dropbox とか Google ドライブとか iCloud とか、あと OneDrive とか、それから Box っていうサービスとか、 Google フォトとかもその一つですね。結構ねたくさんあります。日常的に使われてたりとか、もう皆さんがね何気なくスマホ使ってて、実はずっとオンラインに何かしらの情報がバックアップ取られてたりとか、そういったものがあるので、まあ、その辺もねちゃんと自分で把握するっていうことが大事だと思うので、一度ね確かめてみていただけると面白いんじゃないかなと思います。物理の管理に関しては HDD と SSD、 この2つが挙げられます。でそれ以外にも、まあ、ちょっとね古いやつだと USB メモリですね、あとは SD カードとか、このあたりも保存媒体として使っているものになります。じゃあ実際にこの使い分けね、どうすればいいのっていう話なんですけど、まあ僕的にはもう全部使ってます。でまあこの使い分けのところを僕のものをご紹介できればと思うんですけど、この後ですねちょっと SSD とか HDD の特徴をお話はするんですけど、 SSD の方が情報の読み書きが早いので、実際作業するのに使う場合は SSD を使ってね作業しております。で HDD はデータの保管用ですね、こんな風に使い分けたりしております。それ以外のクラウドサービスについては、誰かとそのデータを共有する場合ですね、この時に使ってます。僕の場合は動画の発注とかをしたりするので、クライアントから来たものをクラウドのストレージに入れて、それを編集者の方に共有して編集してもらう。納品もクラウドにしてもらって、それを先方に確認流したりとか、あと自分でダウンロードして YouTube にアップロードしたりとか、そんな風に使い分けておりますので、ぜひね参考にしていただければいいかなと思います。実際 SSD とか HDD とか、そのあたりの特徴ってどんなものなのっていうところをちょっとご紹介できればなと思っております。 HDD ですね、こちらのメリットデメリットに関してなんですけど、デメリットはですね、大きくて重いっていうのと、あと持ち運びづらい、もう本当は大きいのでね、で衝撃には弱いです。なので僕も大学の時に使ってたやつは落としたりとかしてデータ飛んだことがある気がしますね。あとはまあデータ転送速度が遅い、 SSD に比べたら遅いかなっていう感じです。これはね一回ね使ってみていただけるとすぐ分かると思います。動画の素材も一瞬で入ります、 SSD に関しては。ただ HDD だと結構時間がかか
かる印象です。メリットとしては安くて容量が大きいので、バックアップ用に家に保管する用ですね、何個も買って保管しておくとかは非常に使い方としてはいいんじゃないかなと思います。今値段的にはね 4TB ぐらいで約1万円ぐらいかなっていうところですね。で SSD のメリットデメリットについては、メリットはコンパクトで、かつデータ転送速度がめちゃくちゃに速いです。サンディスクとかサムスンとかが Amazon とか見てみると出てきますし、よく使われてるかなっていうところです。僕はですね、サンディスクのこちらの商品使ったりしております。デメリットとしては価格がね若干高いです。いいものは高いんですよ。変なメーカーとかは安かったりするんですけど、僕的には微妙だなと思うので、一応ね、サンディスクを使っております。で、サンディスクよりさらにね、もっと高いものもあったりするんですけど、そこまで出さなくてもいいかなと思ってるので、サンディスクの商品にしてるっていう感じですね。今日ご紹介する商品は全部ね、概要欄の方にリンク載せておきますので、ぜひね、そちら一度見ていただけるといいんじゃないかなと思います。SSD のメリットとか使い方に関しては、挿して、そこで外付けしたまんま編集するっていうこともできたりします。データをパソコンに移さなくても、ですね、なので PC のストレージですね、これを上げる必要はなくてですね、外付けで挿してしまえば追加できますので、そういった使い方もできるんじゃないかなと思います。ただ僕の場合は、例えばこの SSD も忘れたらどうしようとか思っちゃうので、 2TB のパソコンにしております。もう 2TB ねあれば、だいたいいろんな動画やっててもそこまでねすぐいっぱいになることはないかなっていう感じです。でクラウドストレージに関してはですね、基本的にサブスクです。月額いくらみたいな感じで料金をお支払いします。僕はですねドロップボックスを使っておりまして、いろいろ調べたんですよ。その中で個人の有料版で一番コスパがいいなと思ったのでドロップボックスにしております。で複数デバイスで同時併用できますし、個人でね使う、法人契約しないっていう方は非常におすすめかなと思います。価格表とかはこんな感じですね。個人で課金はしたいけどそこまで大きくお金使いたくないっていう方はドロップボックスでいいんじゃないかなと思います。ただそれ以外のものだとボックスっていうサービスがあって、これは法人契約かなすると容量無制限で使えるんですよ。動画素材も入れ放題です。なのでもう本当にめちゃくちゃ大量に使うっていう場合はボックスっていうサービスが非常におすすめになっています。クラウドのメリットデメリットについては、メリットとしてはデータ破損の可能性が低いっていうところですかね。ただもちろんクラウドに預けるタイミングで電波送信の状況とかで壊れてしまうっていうことも全然あり得るので、そこはご注意いただきたいっていうところはあります。デメリットとしては絶対にネット環境がないとそのデータの出し入れっていうのができないので、そこだけ注意かなっていうところですね。で続いて製品の選び方についてちょっとご説明できればと思うんですが、コスパ重視の選び方をしたいっていう方が結構多いと思うんですよ。僕も駆け出しの編集者の頃からデータ容量に困ってコスパはねいろいろ調べながらやってきたので、そのあたりをちょっとご説明できればと思うんですが、正直コスパで選ぶんだったら HDD が一番安いです。で駆け出しの僕もお金なかったんで、とりあえず HDDに買って、保存をするっていうことをしてました。もう容量がねパソコンに入りきらなくなってパソコン重くなったなと思ったら、そのいらなそうなデータを HDD に移すっていうことをしておりました。最初はそれぐらいでいいのかなというふうに思います。完全にバックアップ用に使って編集とか実際に使用する素材はもうパソコンに残していくみたいな考え方で使うっていうイメージですね。おすすめとしてはですね、こちらの商品とか、あとはこういうふうなねスタンドもあったりするので、このあたりを組み合わせて使っていただけるといいんじゃないかなとは思います。こちらもね一応概要欄にしておきますね。で SSD に関してはですね、基本的にサムスンとかサンディスクとかそのあたりのメーカーを使っておけば大きく間違うことはないかなとは思っております。 Amazon で見るとね、実際そのあたりの商品がおすすめの上位に出てくるので、そこから選んでいただく、もしくは僕の使ってるものはですね概要欄に載せておくので、それを使っていただくので全然いいんじゃないかなと思います。 HDD を最初に使ってた僕からすると、 SSD をね導入した時にはねめちゃくちゃ驚いたんです。データの送信速度がめちゃくちゃ速くてやりやすいので、ある程度お金がある方とか HDD で1万ぐらいで済んだったら、そこからちょっと料金追加して今の買いたいっていう方は SSD 買った方がいいかなっていうところです。で転送速度の最大は1秒で 2000MB っていうことなので、1秒で 2GB 転送できるので、めちゃくちゃ速いですよね。もちろんその時にパソコンとか環境にはよるので一概には言えないんですけれど、本当に速くで、しかも挿した状態でデータをね引っ張ってきて編集作業できたりするので本当におすすめです。クラウドストレージのおすすめに関してはさっきもご説明したんですけれども、個人で有料版使うんであればドロップボックスでいいんじゃないかなと思います。容量とあと値段的に僕が調べた限りはドロップボックスが一番良さそうです。ただ法人契約してめちゃくちゃ高いお金払ってでもいいっていう方は、やっぱりボックスがですね容量無制限なので、めちゃくちゃ大量にデータ使うっていう方はボックスも非常におすすめです。
それ以外のちょっと個人に使いたい方とかは、僕も最初やってたんですけど、 Google ドライブ、 OneDrive、 Dropbox、 それ以外のクラウドサービスとか、このあたり無料版でも2ギガとか使えたりするんですよ。だからそこをちょこちょここう使い回してやるっていうことはやったりしておりました。なのでどうしてもね、お金ない方っていうのはいろんなサービスを併用するっていうのも非常にいいんじゃないかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、プロの動画編集者のデータ管理術っていうテーマでお話ししてきました。僕が駆け出しの頃の時のエピソードとかもちょっとお話ししたので、自分の経済状況とか稼いでる金額とかに合わせてやりくりしていただいたりとか、コスパいいものを選んでいただければいいんじゃないかなと思います。それぞれね、 SSD、HDD、クラウドのサービスですね、いいところ悪いところあります。なのでそれぞれの用途に合わせて使い分けるっていうのがいいかなと思います。でもう一回説明すると、僕の場合は HDD はもう完全な汎用、 SSD は作業をするような素材とかデータとかを入れておくようで、まあ、パソコンに挿してね使ったりしております。クラウドサービスについては、僕一番このクラウドサービスの比率が結構高いんですけど、素材の共有とかいろんな人とデータを共有したい場合ですね、そういった場合は非常に使えるかなというところです。で今後ね、やっぱり動画編集者とかフリーランスの方もいろんな人と一緒に共同しながら仕事をしていくっていう機会が増えてくると思うので、このクラウドサービスを使う方っていうのも増えてくるんじゃないかなと思っております。クラウドサービスもね、新しいものがどんどん出てきたりとか、プランがいいものとか容量が大きいものが出てくるかと思いますので、そういったものが出てきた場合はね、また僕の方からご紹介できればなと思っております。他にもね、いいものを知ってるよという方はぜひねコメント欄で教えてください。今日の動画をぜひね参考にしていただいて、メリットデメリットを理解しながらデータ管理していただいて、クライアントからね急になんか言われてもまだありますっていうふうにかっこよく言えるようになりましょう。ということで、このチャンネルでは今後も動画編集で稼いでいきたい方、住む場所を選ばず田舎で在宅フリーランスがしたい方、そういった方に向けて有益な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録とその他のベルマークのクリックをよろしくお願いいたします。あとこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとコメントもいただけると僕が直接返信しております。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。動画編集をこれから始めたい方、それから動画編集を始めて脱線したい方、動画編集をすでに始めているけどなかなか過ぎない方、そういった方に向けてさらに有益な情報を発信するために、公式 LINE はですね、大幅にアップデートいたしました。アップデートの内容といたしましては、動画編集を始めたい方、脱線したい方、稼ぎたい方に向けて重大プレゼントをご用意いたしました。田舎住みでも稼げるオンライン営業のコツ、動画編集者が絶対使うべき案件管理シート、低単価で疲弊しない高単関係獲得講座、今から僕が月収100万円目指すなら脱線する前にするべきこと、今動画編集を始めるべき理由、商談の難に決まるヒアリングシート、ポートフォリオに使える YouTube 動画編集のやり方、素材も配布、サムネイルの作り方解説動画、動画編集者300名聞いた動画編集おすすめ PC の選び方まとめ、これらの特典を受け取りたい方はですね、ぜひ概要欄の公式 LINE からご登録いただいて受け取っていただければなと思います。さらにさらにですね、僕が直接無料で個別スポンサルする機会を設けました。ぜひね、そちらも興味ある方は概要欄の公式 LINE からお申し込みください。あとですね、僕が講師をしている M クレータースクラッチの詳細も公式 LINE の方からお問い合わせできます。150時間以上を超えるコンテンツ、それから講師による手厚いサポート体制ですね、あとですね、僕も含め500名以上がいるコミュニティですね、こちらを活用できる最高の環境になっております。本気で動画編集取り組みたいという方は、M クレータースカレッジね、いい環境になってますので、ご入会ね、ご検討いただければなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。今日の動画も参考になったよという方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとはベルマークのクリックもよろしくお願いいたします。コメントやリクエストもお待ちしております。ヘバナ。プロの動画編集者のデータ管理術、プロの映画。